おかえり皆さん、 Welcome back! Missed me? Probably not, but it's okay! 僕のことはもうすでに見慣れてるかもしれない、見飽きてるかもしれない、でも大丈夫、毎回毎回違う顔の新しいゲームを紹介してるわけなんで、まあ飽きることは絶対ないと思いますよ。まあぶっちゃけ日本語喋る外国人を見るっていうのもなかなか機会ないんじゃないですかね。大丈夫だと思います。You probably can't see, you know, guys speaking Japanese all the time, so it should be fine. You won't be tired of me, right? It's okay, but we got new games too, and we got a special guest today. 大橋慎之介さん、どうぞ。イエーイ、よろしくお願いします。どうぞ言いましたけど、ポンって出てくるだけっていう感じですね。I'm like, here he is! And he's like, boom! He's like, ということで、ゲームオアダイ、まず最初に会社名がなかなかもう、はい、アグレッシブな会社名ですけれども、そうですね、これはなぜこれを決めたのかっていう。そうですね、もう僕、まあ、生まれてから今までずっとゲーム遊んできて、はい、で、まあゲーム大好きなんですよね。まあそうですね、わかります、うん、わかり、僕も大好きなんですよね、はい、うん、でもし明日、はい、なんか世界の偉い人がこの世からゲームなくしますとか、あ、もし言っちゃったら僕も生きてる意味ないなと思って、まあもう正に意味はなしと、そう、さっともう死にます、そしたら。じゃあ一緒に、僕もゲームの一部なんで死にますと。じゃあ一緒に死にましょう、そしたら。あ、僕も、じゃあ分かりました。ゲームになくなったら僕も一緒になくなります。そのために僕はゲームを作り続けようかなと。OK です。はい。So I was asking like, why game or die? It was like, you know what? I've been playing games so long, so long. I'm like, if someone tells me, like the higher up tells me, okay, in this world, there's no games anymore. No games at all. He was like,then I'll die too, because game is life. I grew up with games, and I'm like, yes, me too, me too. Let's die together when the game's gone. But it's okay, it's okay. そういう時代は来ないということで、うん、で今回はミサイルマンというゲームを紹介していただくということで、はい、こちらの方でもうゲームプレイが表示されているんですけど、はい、So today we're gonna be showcasing Missile Man ということで、見た限りちょっと縦スクロールのシューティングゲームみたいな感じになってるんですね、うん、そうですね、はい、で、モバイル、あ、そうそう、iOS と Android で。ほっ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 、はい、やはり、まあ、じゃあ、モバイル、iOS ということは、すごい、タッチ操作でこうやってコントロールするという感じですね。そうですね、片方の指でスライドして動かして、はい、もう片方の指で画面をタップすると、弾が出るって感じですね。So, this game is a top-down shoot-em-up, and also it's actually a mobile game, so you'll use one finger to slide and go left and right, and then another finger to tap the screen to go ahead and shoot some missiles. So that's pretty much how the game is going to be played. And なんかステージをクリアするたびに何かレベルアップをしていってるっていう感覚なんですけれども、そうですね、ダウンウェルご存知の方はすごいおなじみなシステムだと思うんですけど、はい、まあ敵を倒すと緑色の弾が出てて、あれを集めるとレベルアップ、はい、あ、そうなんですね、はい、So if you see, if you have played Downwell, it's maybe a similar, you might be familiar with this upgrade system where every zone you go, you can use these green balls that you collect during the gameplay and then use them to go ahead and update your characters. っていうことは、じゃあ一回ゲームキャラをアップグレードしたら、はい、一回死んでもそのアップグレードが全部なくなるということは、死んだらなくなります。なくなるんですか。パーマデスです。そこはダウンウェルとはちょっと鬼畜具合が一緒ですね。はい。So like for instance, all these upgrades, once you die, you lose them. あ、でもライフがちょこっとで一つなくなるぐらいだったら大丈夫ですよね。あ、そうですね。ライフ、敵に当たるとライフ1個減っちゃうんで、で3個減ると死んじゃってゲームオーバー。ゲームオーバー。うん、で。ゲームまで全部なくなっちゃう。もうローグライクチックな感じ。そうです、そうです、そうです。So exactly. So like if you still have life left, you keep the upgrades. But when you reach game over, that like downwell with the roguelike aspect, you're done. You won't be able to keep those upgrades and you start over again. で、まあ最初から始めるっていう。そうです。感じですね。じゃあこれはモバイルっていうと Android、iOS、うん、で考えてもうよろしい。そうですね。はい。
で、このゲームはもうすでにリリースされている。あ、もうリリースされてます。はい。ほうほうほう。いつ頃リリースされたゲーム？まあ、今年の1月ですね。ああ、じゃあまだちょ比較的。あ、でももう5月ですね。そう、半年近くかな。半年近くになってるんですよ。うん、so this game is on iOS and Android and has been already released this year January. じゃあこのゲームはじゃあ基本無料とかそういうのではなく、あ、もう有料買い切りです。有料買い切り。あ、はい、よかった。大好きなんです、有料会議。あ、よかった。僕もそうです。Okay, so this game is not free to play. You pay once and you just go ahead and play as much as you want, which I like because then you know you got the full game when you play at least once. So that's great. あ、じゃあいいですね。じゃあモバイルとアンドロイド、これは日本語と英語とか対応？あ、そうですね、言語は日本語、英語、2カ国語、はい、で世界各国 の, ストアでダウンロードすることができる。そうです、全世界の、はい、ストアで買えます。そういうことですね、はい、例えばやはり日本でしかゲットできないモバイルゲームとかもあるんで、これはもう、うん、そういうことは心配しなくても OK っていうことですね。はい、皆さん遊んでいただけます。 So this game, this is actually already globally released in English and Japanese as well, so you don't have to worry because you're in a different region, you won't beable to get this game because it's already released. じゃあこのゲーム例えばやはりどんどんアップデートとかしてらっしゃるんですかね。あ、皆さんに結構それ聞かれるんですけど、はい、ちょっと正直僕自身の気持ちはもう次のゲーム作りたいなっていう。はい、やっぱちょっとゲーム話題なんで。確かに、はい、もうそうですよね、一つのゲームっていうより もうどんどんゲームに埋もれるぐらい、そうもう生きていきたい、どんどん次の方に行きたいんで、もうすでにじゃあプロジェクトを、あ、もう始めてます、はい、ほっほー。で、昨日の夜も宿でやってました。はい、うわ、もうすでにこのゲームを見せながら、うん、違うゲームもやる。そうですね、ゲーマーの鏡ですよね。あ、そうゲーム話題なんで。ゲーム話題、はい、So he's like, oh, so this game is already released and I'm like, is there gonna be more update? He was like, well, the thing is I'm game or die. It's not one game or that. I wanna be pretty much drowned in games. I want all these games all the time. So it'sI'm actually already working on another project. Like, even yesterday night at my hotel, I was programming another game as well. So, I just want to keep on making more project. つまりじゃあ、このゲームのフィードバックやら、まあ、反響によって、どんどん、次のモチベーションも上がっていくっていう感じ。そうですね、今回いただいた、そうですね、感想とかはまあ次のゲームで生かしたいかな、生かしていくっていうことですよね、はい、So like all the feedback that he collects with this game, of course he'll use those feedbacks and definitely make new better games as well, like improved games. So definitely guys, you should check out this game. 結構もうすごいハイペースですよね。そうですね、スピードめちゃくちゃ速いんで、スターウォーズ、次っていう、あ、そういう意味か、すいません、次と、はい、さらにスターウォーズの、まあそれ、まあ I was talking about super high pace on like going next zone、 ただスピードも速いということで、はい、先ほどスターウォーズって言うとデススターの、ああ、中に入っていくじゃないですか。ありますね、で、壁コインに抜ける感じだから両側に壁あるんですよ。そういうことなんですね、はい、そのもうそれが結構インスパイアされたところは、あのシーンが大好きなんで、あのシーンを表現したかった。いいですね、僕も結構あのシーンでドキドキ、味方がどんどんって、死んでって、最後にうーって打つところがいいですよね。そう、 So like this, like he actually also got an inspiration from Star Wars, the Death Star scene where you're actually going with the X-Wing going down that little side and then trying to go ahead and shoot the core and all your allies are like exploding. Is that likeSpeed, that momentum, that feeling, he wanted to also, like, he was super inspired about that. That's why you see walls all around on the side as well, kind of have that super high paced feeling to it as well. いや、本当にこのゲームのことに関して、じゃあ例えばこのゲームと他にもその未来のプロジェクトのことについてもっと調べたいっていう人たちがいる場合、はい、どこに行けば、ツイッターなど行けば、情報のこととかすることできますかね。そうですね、ゲームに関しては基本的には、はい、新しいスクリーンショットとかはツイッターの方で
つぶやいたりするので、はいはい、チェックしていただければ、はい、ほほほ見れるかもしれないっす。見るかもしれない、はい、じゃあツイッターの方は、ハンドルの方はゲームはダイ、ゲームはダイ、ゲームはダイでも見つかるかな、見つかるかな、はい、Google で、はい、検索すれば。 If you go ahead and try search game or die or maybe missile man too、 なんかミサイルマンとゲームは die、ね、両方調べてツイッターって検索したら出てくる、ね、はい、So yeah, go ahead and search、if you want to get more information about、missile man or other games that he'll be working on, go ahead and Google、game or die space missile man and then Twitter and then go follow his Twitter and maybe you might be able to get some sneak peek or more updates about the game as well. じゃあ今回はこのゲーム紹介していただき誠にありがとうございました。こちらこそ本当ありがとうございます。すごいハイペースな感じで、ね、そうですね、なかなか、はい、あの楽しそうなゲームで、はい、ぜひ遊んでみてください。もうすでにリリースされてるということは、僕はたまにこのゲーム紹介してちょっと嫌なのが、うん、まだリリースされないんですよ。あ、待ち遠しい、待ち遠しいっていうのがあるんで、はい、なんでこもうリリースされてるって聞いたらやったっていうのがあるんで、はい、ぜひ、お試しさせていただきます。そうですね、よろしくお願いします。 So like usually when I showcase these kind of game, a lot of the games are still like, okay, I'm gonna be making it in the future and it's like killing me because I wanna play it now, but this game is already released, so it's I could actually play it, which is nice, which is nice. では今日はありがとうございました。ありがとうございました。